ヤッホー、夏音かな。ヤッホー、皆さんどうしたの。あ、ツイッターで言うの忘れた。インスタライブしますって。そう、なんか気分でしたくなったのでしてみました。ツイッターで言うの忘れてたな。言わないつもりはなかったっていうのおかしい。みよちゃん、はい、やっほー、ありがとう。すごい、みんなめっちゃ来てくれるじゃん、ツイッターで言わなくても。嬉しい、ありがとう。こんばんは、来たよ、ありがとうございます。みよちゃんの二重幅最高だね。かみってる。本当ですか。でも左右非対称って言われる。急にびっくりしたよ。そっか、ツイッターで言ってたつもりだった。まあでも確かにツイッター開いてないから、そうだよね、言ったつもりだった。ちょっと待ってね。 OK。 みやちゃんはコンタクトしてますか。してないです。私ドライアイなんでコンタクトできないんです。できないっていうか、つらい。イージードゥダンス。え？どうしたどうした。二人目に来れた。え？これ誰？ナッツン？じゃない？違うかな？こんばんは、こんばんは。みやちゃん、はーい。学園祭に LOL 来たよ。かわいすぎたし、かっこよかった。モカちゃんと友達なの、羨ましい。一応全員知り合いです、同じ事務所なので。はい、モカと一番仲いいです。めっちゃ嬉しい、今心臓バクバク。なんでなんで。来たよ、ありがとう。コンタクトしてないよって。ん？今練習の帰りです。お疲れ様。プリズミー4人で集まれてよかったね。よかった。なんかね、そう、みんなで集まろうよってずっと言ってたんだけど、なんかなかなか予定合わなくて集まれてなくて、そう、それで4人で予定合う日がちょうどあって集まりました。インスタの通知で急いで開いたわ。ごめんね、言うの忘れてた。今日もブラックピンク。そう、夏だよ、夏って。ん？わかんないよ。やばい、コメントが追いついてない。こんばんは、こんばんは。目が大きくて羨ましいです。いや、コンプレックスたくさん。前青森にもエロエロ来た。そうなんだ。リッチの佐々木、おー、ありがとうございます。 R 見てるよ、ありがとう。ポッキーの CM 見たよ。ありがとうございます。そうなんですよ、あのポッキーのウェブ CM に出演させていただいているので、よかったらチェックしてみてください。お願いします。今日も可愛いですね。いや、ありがとうございます。試合勝ってよ。何の試合だ。この間の舞台よかったよ。また舞台やってほしい。ありがとうございます。ちょっと舞台また出ますっていうか、出れるように頑張ります。4人の写真見れてめちゃくちゃ嬉しかった。そう、みんな絶対びっくりするだろうなと思って朝軽くツイッターで匂わせといた。ポッキーの CM の一番最初にのミヤちゃんだけ映るとこ、どうの。ミヤちゃん好き、ありがとうございます。制服だよね、あれ。待って、ちょっと待ってね、一瞬待ってね、みんな。待ってね。
あれちょっと待って、一回スクショするね。オッケー。ディズニーのプリクラめっちゃ漏れてた。あれ目でかすぎて怖くない？だから載せなかったんだけど。お、さといちゃん、ありがとう。おすすめのコスメありますか？おすすめのコスメか、なんだろう。何系？リップとかは、イヴ・サンローランのリップイントインバームみたいなのが好き。みやちゃんの舞台生で見てみたい。福岡じゃない。なんだ？北海道って。北海道か。でもなかなかさ、普通の公園とか北海道公園ってなかなか聞かないよ。本番地、ヤッホー。ポッキーめっちゃ可愛かった。ありがとうございます。若って何？どういうことだ？普通に歳がってことかな。野球の試合だよ。あ、野球やってるのね。お疲れ様です。今、友達のアカウントかと思ったら、違ったっていうミスを犯しちゃった。あ、みんなポッキーの CM 見てくれてる。ありがとう。嬉しい。ネックレスかわいい。ありがとうございます。また、イージージューダンス歌ってる姿が見たいな。まあでも4人で歌うことはもうないだろうね。解散したし。ディズニーのミヤちゃんまた見たい。いやーもう解散したからね。うん。みんな普通に撮ったやつだったからレイナが手に乗せてよ。うん、見たよ。舞台見に行ってよ。ありがとう。今から友達とご飯だから退出するね。バイバイ。バイバイ。今の BGM なんだ？みやちゃん、これすぎるよ。そんなことないっす。今の BGM は、ウーバーワールドかな？ウーバーワールドさんのやつです。これね、本体から BGM 流してるとね、私が、なんて言うんだ、なんて説明すればいいんだろう。そのインスタライブやってる携帯本体で音楽流し、BGM 流してるので、そのみんなに聞こえてる感じと私に聞こえてる感じが全然違くて、私にとってちょうどいい音量にするとみんなにうるさいって言われるから、私としてはほぼ BGM 聞こえてないんだよね。みやちゃん、誰かと夏のこと間違えてるのかな？うん、間違えた。みやちゃん、次の舞台も期待してるよ。ありがとう、頑張ります、舞台決まるように。舞台ね、期間取られちゃうからね。前最初で最後の、最後に、フリズニーのミヤちゃん見れて幸せだった。ありがとう、見に来てくれて。歌とダンスどっちのが苦手？どっちも苦手みたいに言わないでよ。歌は得意だよ。ダンスは普通。明日体育祭なんだね、頑張ってね、頑張る、ありがとう。最後だよ。やばい！高校最後の体育祭だって。怖い！どうしよう！やばいなぁ。やばいやばいやばい。もう私高校生終わっちゃうんだって思った。みやちゃん持ってる腕時計教えてほしい。腕時計今ちょっと近くにないな。違う部屋にあるんだなぁ。クリスマスコフレなんか買った？買ってないですね。クリスマスコフレは、なんか使うのと使わないのって分かれるじゃん、化粧品だから。なんか普通に欲しい時に買いたい。離れるなっていうことだ。みやちゃん可愛い、ありがとうございます。アクセサリーはどこで買うの？どこだろう。なんかネックレスとか指輪とかでいろいろバラバラですね。今日は何をしていますか？今日はお仕事をして帰ってきました。次舞台決まったら行くわ。待ってて、ありがとうございます。
でも舞台ちょっと12月じゃないや、なんかやるかもしれなかったけどちょっとやらないって言っちゃった。おすすめの服のブランドある？いろいろ着るな。あの私服とかはちょいちょいインスタに載せてるので見てください。みやちゃん、はい。舞台の練習すると体重減ったりしますか？逆に太る。ファンデーション何使ってる？今日はファンデーション塗ってない。目しかやってないですね。ファンデ嫌いなんだよね。体育祭盛り髪とかするの？盛り髪好きじゃない。風邪気味だけどみやちゃん見たら元気出た。風邪気味なのか。でも私もちょっと今日喉痛いんだよね。やばい、めっちゃ切ない曲だな。どこに行ったらみやに遭遇する？いろんなとこ行くな。都内。この曲なんだっけ教えて。クリスマスソングです。みやちゃんの眉毛の形どんなんか見たい。はい。 LJK ってなんかすごいね。使わないや全然。 JK1 若。次のイベントは絶対行って、行く行く詐欺やめるね。言ったね言ったね言ったねプリズミー最初の時から好き。かわいすぎる。いやいやいや、ありがとうございます。どうすれば頭良くなりますか？勉強得意じゃないのでわからないです。本読むように、読むようにしてるというか、本読むのが好きなので本は読んでますね。これからお家に帰ります。名古屋から。いいな、私も新幹線のどこか行きたい。最近夢しかしてない。リップできてない、ごめんなさい。ねえ、リップ待ってるよみんな。みんなからのねコメントとか読むの好きだから、そう、嬉しいっていうか、送ってくれると嬉しい。髪巻いてるの可愛い、ありがとうございます。でもこの前結構がっつり髪の毛を切ってしまったので、この前って言っても舞台本番数前ぐらい、前これぐらいあったけど、ここ切っちゃったから全然巻いてなかったけど、ちょっと巻いてます今日は。みやちゃんはテストあると何日前から勉強する？テストもうね全然ないからね、わかんないや。その学校テスト全然ないんだよね。レイナちゃんとかカリンちゃんとかって遊んだりする？ねえ、ツイッター見てないのあなた。この前ね、プリズミーだった4人、私と、私含めないで3人か、3人に会ったよ。ツイッター見てちゃんと、ねえ見て。小テストの勉強してくるね、また来る。じゃあね。多分そんなに長い時間やんないけど。今日のピアノの発表会大成功でした。お疲れ様。全部、なるべく全部にリップするようにしてる。ありがとうございます。リップを送りまくる。覚えてもらえるように頑張るの。まだバンって言ってるの？私言ってないよ最近。こんばんは、初見です。ありがとうございます。みやちゃんのおすすめの本って何ですか？私は結構バッドエンドのやつが好きです。ミステリーとかサスペンスとかそういうのが好きです。いつも見てるよ、ありがとうございます。ツイッターチェックしてます。ありがとうございます、嬉しいです。そう、最近フォロワーさんがちょいちょい増えてきてありがたいです。久しぶりにリズムストーンが机から出てきた。懐かしいな。数読もの頃から応援してます。懐かしい、ありがとうございます。そんな前から嬉しい。リズミ大好きだった、ありがとうございます。8時10分に
終わります。あと5分。かわいい、ありがとうございます、嬉しい。友達にサプライズしたいんだけど何したらいいと思う？なんだろう。なんだろうな。何サプライズ？誕生日？みなとかなえさんの告白見たけど内容難しくて。嘘、私あれ中学生の頃めっちゃ読んでた。懐かしいな。スクショタイムは後でにします。 Twitter とインスタ、みやちゃんが投稿したら通知来るようにしてるよ。じゃあ私がミスってさ、ごじって、あ、一回消そうみたいな感じでやったのもさ、通知いってるってことだよね。やばいな。早い。そう、ちょっと今日はそういう感じで、そう、いつも長いからね。舞台見た後懐かしくなってゼミの曲聞いたな。嬉しい。ちなみに何聞いたんですか？今見たい映画ある？今見たい映画はイットっていうあれ、映画。綺麗になったね。いやいやいや、ありがとうございます。本当に好きです、ありがとう。ツイッター見てきたよ、仲良し小吉さんだね。そう、半年ぶりに会いました。なんか電波ある、気のせいかな。私今 Wi-Fi 繋がってるから気のせい。火曜日誕生日だからおめでとうってみやちゃんに言ってもらいたいです。お誕生日おめでとう、素敵な一年にしてね、おめでとう。もうあだ名つけるの苦手だからつけません。無理、難しいあだ名とか。今度ディズニー行くんだ、みやちゃんは行く予定ある？行く予定ないけど行きたい。いいな、みやちゃんに会いたい。そう言ってもらえて嬉しいです。前髪変えた？前髪変えてない、今日変なのかも。みやちゃん本当に大好き。ありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しい、そういうの言ってもらえるの。今日誕生日。今日じゃない、今月か。おめでとうございます。この間ダンスバトルでプリズミーのイージールダンスバドってるの見て懐かしかったな。ダンスバトル超嫌いだったな。幸せ、ありがとうございます。これで1年間大切に過ごせます。大切じゃない、幸せに過ごせます。よかった、ありがとう。こちらこそそんなこと言ってもらえて、そんなにね、嬉しいって言ってくれて私も嬉しい。メイツのみんなとかに会ってるの？会ってないね。今欲しいものある？今はなんだろう、 Bluetooth のイヤホンが欲しいな。期待綺麗。ありがとうございます。期待症な気がするけど。トップガミヤに帰ってきたよ、めっちゃ最近のやつに。ありがとうございます。前なんだったっけ。あと1分で終わります。運動得意ですか？普通です。苦手？わかんないな、全然運動しない。ミレちゃんも火曜日だよ誕生日。そうなんだ。スクショして、私がスクショするの？ほのかって呼んで、ほのかちゃん。さやって呼んで、さやちゃん。さくらって呼んで、さくらちゃん。さあ、ということで終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。終わります。また明日から1週間